だ最近なんか高木さん、あの相撲に関わってなんか、はいはいはい、覚えてられてそうですけども、まあ、外国人横綱のですね、うん、相撲界における歴史をちょっと最近振り返ってるんですけども、で、まあ、やっぱりあの初めに切り開いてるのが高見山、あ、そうですね、その次に小錦、うん、そして明けぼんの、はい、そして今ずっともう白鵬までついてるんですけども、はいはい、そのいい例えがありまして、はいはい、やっぱり世の中にはやっぱり三英傑があったりとか、はい、ね、安倍政権の三本の矢とか、うん、いろいろ、まあ、ホップ、セーブ、ジャンプ、そうですね、その例えなんですけど、はい、まあ、相撲界でいうと、まあ、外国人力士の、まあ、場合なんですけど、うん、高見山が荒野を開いて、うん、荒野を開いた、で小錦が階段をかけて、はい、明け物が駆け上ったと。おお、これね、人生においてもやっぱりこのやっぱり三段活用って大事だと思うんですよ。だからやっぱり一段目二段目に当たることを誰かがやって、うん、それで成功につなげてる。確かに、そうなんです、やっぱり勢いを作ってる、ね、まあ、やっぱり本当我々生活の中で三段活用ってすごい大事だなと思いまして、やっぱり何か成し遂げるためには、その考え、三段活用ですね、あれほど一人ではないってことですね、そうですね、あれほど至るためになんかそうやって、やるという高見山と一緒にやってるって、なんでもやっぱりこうビジネスもいろいろ進めるためにはやっぱりこの3つの段階を踏むのがね、うん、そういう点では大事だなと思ってるので、うん、我々もそれちょっとやっぱり肝に銘じて戦略を練っていかないといけないと思います、はいはい、なるほど、以上です、はい。